奥戸橋は中川に架かる東京都都市計画道路補助264号の橋である。右岸の東京都葛飾区立尺八丁目と左岸の奥戸七丁目の間を結んでいる。現在の橋は1972年春工であり、過去に幾度かの架け替えが行われている。奥戸橋付近は下宇佐国府に続く古代東海道の推定路にあたり、 同時に、江戸時代以降の立石堂のルート上に位置していたため、古くより、人々の往来があったと考えられる。一方、中川の内奥戸橋のかかる付近は、京方年間に新たに改作された部分である。そしてこの箇所には、奥戸神殿の私、または、神都と呼ばれる都線が、明治時代に存在した。河橋まで、東京府南葛飾郡 奥戸村は東京都心方面である西方の村境が中川になっていた。そしてこの中川を渡る手段は5カ所の都線しかなく不便だったため、1912年10月、奥戸村大技奥戸神殿の石井源氏ほか19人によって施設による協梁仮設の出願が行われ、翌1913年6月、春光日より15年間は、 所定の賃料を徴収する賃取り橋として認可された。仮説は当時の奥戸村長、関根康太郎を理事長とする奥戸村中川家協協会によって7月より開始され、翌1914年3月竣工4月1日に開通した。橋は木造で長さ77間幅2県半であり、経費15,500円のうち2,800円は、 影響を受けると線への損害賠償に充てられたという。家強ご施設の鎮取橋だった奥戸橋は、その後、東京府によって、買収、管理されることになった。また、幾度かの洪水によって、流出、破損が、相次ぎその都度掛け替えが行われた。1923年の関東大震災の直後にも55,046円の不必死弁によって、復旧工事が行われたという。 カスリーン台風中川の奥戸橋と、本奥戸橋1947年8月カスリーン台風によって破損した奥戸橋と残存した、本奥戸橋1948年1月1947年9月14日から15日にかけて関東地方を通過したカスリーン台風とそれに伴う洪水により、奥戸橋の橋の中央部は破損、流出した。 750万円をかけた奥戸橋の復旧は2年後の1949年8月8日のことであり、渡り染めの際には、飛び職組合による気あり温度が披露され、両岸に演芸場が設置されたという。この時の橋は、全長140メートル、福音3メートルの目標で、その橋材は主に荒川下流の火災橋のものが利用された。急憩の下流に、 6億7500万円で建設され、1972年12月開通した。工事は1970年10月に開始し、1972年11月に竣工した。奥戸橋は古くより旧奥戸橋と呼ばれることがあった。これは下流にある本奥戸橋が奥戸橋、または新奥戸橋と呼ばれることがあったため、その対比より生まれた故障である。 ありがとうございます。